でお茶をくれてやろうではないか。お茶子さんこの子だっけ。こんなところにルートが追加されていないか。あ、行き止まりだってやつか。教えてあげないよ。じゃん。チューチュー。おっしゃー。ここになんかあるらしい。おっしゃー。痩せたらね、ひらめきコインの場所が分かるようになった。お茶を振る舞いたいのに出てこない。条件ちょっと分かんない。やったでー、やったでー。あ、謎場のとこ行かないと。そういえば1個逃してたね。115。40ピカラッツ、2枚のカード。異なった1桁の数字が書かれたカードが2枚あるね。それを並べて2桁の文字を作ったと。そしたら次に同じ2枚のカードを並べ替えて別の2桁の数字を作った。こうしてできた2つの2桁の数字を合計した数が以下のどれかと。異なった数字で1から9、0があるかもしれないが、まあまあその辺は考えてみよう。奇数が2つ、偶数が4つ。まあメモ、まあ仮に1と2だったとしましょう。1、2だった場合は2、1にするんで33ができます。この時点で、奇数はありえないかな。はい、23、32、66、ね、じゃあこれ違うね。34、43、77、80もじゃあ絶対できない。45、何ってつながってることになってるんだろうね。もしかするとね、41の14でほら55ができるじゃないか。何？13の31だったら44ができてしまう。とりあえずね、61の16で77、そして71の17で88、81の18で99。だからこれ絶対に78の87で5165。175か。65、56、1。一桁上がって、65、121。13の31で44ができるんだけど、これ正解か？44できちゃったね。13の31で44ができてしまったんだが、頑張ったら作れないか。50、54、45、99、
一桁上がって60、121、73の37ぐらいだったら0が入って60。で一番大きいのはこれだよね。7で一桁上がって187、これがマックス。次は97の79、8、178、69の96、5、165。154。これあれだね。11の倍数にしかならないのかな。1、4、4、1、8、130、11の倍数にしかならないね、これ。さあ、謎解きに移ろう。私に解けない謎はない。正解ね。入れ替わった数字の合計は33ね。88の常に11の倍数になるのだ。じゃあ11の倍数は44だけだからねっていう。どうじゃ、なかなかいいじゃぬーっと並びきれないほどね、並びきれます。あえてこちらのルートから行く。ミッキーも意外に場所が違うんだよねあ、なんか新しいおっさんがいる。ハミルト、あっちこっちかけ回って大変なことや。せっかくだから俺と遊んでいこうぜ。113、サイコロの頂上。くっつき合う目の輪が5になるように3つ積み上げたとき、一番上の手前が1だとしたら、一体一番上はいくつになるだろうと。サイコロは3つとも同じもの、ね、ちゃんと7になる普通のやつだぞと。とりあえず、はい、メモ。この1の裏側は6、はい、これ確定ね。そもそも5になるってことは、パターン1足す4、4足す1、2足す3、3足す2しかありえないので、で1と6はもうここで消滅しているんで、これがまあなくなると、そういうことかな。だからここの上がもし2だった場合、3確定するんで、ここが3だった場合、ここが、4が確定するから1の逆で6になるね。で、逆に考えて、ここが3だった場合、ここが2だった場合、ここが5になって、あら、5に足して5になるものはない。あ、決まっちゃったわ。ん？だ、まだあるか。そうだ、2の場合ないもんね。だからここが絶対に2で、3の4が確定するから、4には1だから6確定だね。あ、簡単だった。6。
ルーク、私の考えはこうだ。やっとぜ。私に解けない謎はない。表と裏を足すと7になるということは条件から考えて、ね、まあそうなっちゃうわね。なるほど、やるじゃねえか。じゃあ俺と一緒にチンチロリンやるか。は、班長。人間知らない方がいいってこともあるんだぜ。またブロック、もうハムスターモード終わったんだけど、今さらブロックもらったってね。ハムスターを頑張れば最大何歩歩かせることができるか。特訓にブロック使わなくてもよかった。よし、行くか。ボン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 。骨付き肉をあげるんだルーク。グーグー。骨付き肉っていうかね、ほんとね、ほとんど肉。ボンボン。通してやると言ってます。これでダウンタウンに行けますよ。よし、写真の切れ端を集めに入れ、都合だ。お、いなくなった。なん、ダウンタウンの入り口。ダウンタウンなんか行って大丈夫か。暴漢に襲われたりしないのか。あ、早速落ちてる。写真の切れ端たり、落とすのはいけないからカバンの中に入れておこう。あと14枚。ここやで。あるある。私の自慢は手作りの美味しいパンケーキさんね。味は悪くないのにいつも同じような大きさに焼けなくて困ってるんだ。せっかくだからこんな風に重ねてみようかね。パンケーキの謎。え、2?1 あったっけ。あった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 。ハノイの塔じゃねえか。対象は13ぐらいかな。これでどうかな。当然さ、英国紳士としてはね。15。まあ、いくつだった。17ぐらいだった気がする。おやおや、まるで手品みたいじゃないか。あー、くそ、もう謎がね、あの100何本も出てきたからね。7、8、9、10、11、12、13、14、15。ルーク、私の考えはこうだ。ルーク、これが答えさ。最小15、OK! パーフェクト。今回はヒントを見ることなく、前回もね。よし、やったやった。パンケーキを焼いてあげるから気が向いたらまた置いて。パンケーキの謎3あるな、これ。発見。南宋里見発見。おっしゃー。おっしゃー。
入れないんだ。真ん中から行こう。あらあらあら、カティアさん。あ、アンダーソン家のカティアです。どうしてあなたがこの町にいるんですか。これはお話できません。あなたたちには関係のない話です。それじゃあ探し物があるので。行っちゃいましたね。まさか彼女が目指していた町もこの町だったってね。骨董屋で悪魔の箱について尋ねても行ったというのも、もしかして彼女だったのかもしれないね。あ、よし、カバンに入れておこう。久しぶりの写真。これきついんだよな。わかりやす。僕に任せてください。これ、あの、今さっきのね、小学生あるあるだよね。難しい、間違い探しをやってめちゃくちゃ簡単なのに気づいた時の小学生のテンションだったよね、今の。わかんない、わかんない、めちゃくちゃ簡単なところ見つけた、見つけたーって、僕に任せてくださいみたいな、あの、今のテンション。さあ、あと2つ。ガーリー、ほんとこの間違い探し難しい。消そう、邪魔だこれ。じっくりじっくりじっくり。あ、また簡単なの見つけた。さて、これでどうかな。謎解明。当然さ、英国紳士としてはね。窓が少ない。さあ、あと一つ見つけねばならん。ルート的に真ん中か左上ぐらいでね、あってほしい。真ん中のドア。左上、左の窓ガラス、画面の一番右あたり。真ん中の家のひさし、スーパーひさし君。下のタイルはね、ほとんど隠れちゃってるんだよな。あ、ここかな。高さ違うくない？僕に任せてください。よかった、割とスムーズに解けましたよ、先生。コングラチュレーション、コングラチュレーション。どこが怪しいのか教えてごらん。そこか。お、そこか。じゃあここもだよね。だいたいそこにはヒントコインがあるんだ。先生、隠された謎です。 UFO を発見。何？大発見。あ、夜空に UFO が4機も。実はこの UFO 全てが同じ形、元は小さな4機が合体したものらしい。それは ABC のどれなのかと。もしこれだとすると、こうか。違うんじゃないかな。これは無理じゃないかな。B、貴様はクビだ。C、
お、これ意外にいけるんじゃないこれ。ちょっと違うか。おー、いけてるいけてる。 C いけてるね。 C いけてる。 C の可能性高しくになったぜ。さあ、じゃあちょっと A もいってみようか。A 無理だ。もう。少年としても当然です。英国少年として当然の結果です。 C である。図のように仲たちの UFO が4機ずつ16機も飛んでいたのだろう。なんと恐ろしいことなのか。なかなか手強い謎でしたね。ただね、このゲームはあれだよね、どんだけ手強くても選択式だったら絶対当たるから楽だよ。